バービルスペリー M-1 メッセンジャー飛行船、軽流用のフックをつけたメッセンジャーバービルスペリー M-1 メッセンジャーは1920年代のアメリカ陸軍の連絡機である。アメリカ陸軍航空隊の技術部門で働いていたアルフレッド・ブイバービルが設計し、スペリー社で製作された。後にアメリカ陸軍航空隊によって M-1 及びマットと命名された。 1920年から1926年の間に約50機が製作され、二座席型の民間用のスポーツ機も製作された。1921年にアメリカ陸軍航空隊は連絡用に簡素な構造の短座服用機を設計した。スペリーメッセンジャーとしてスペリー飛行機会社で製造された。60馬力のローレンス L-4 型エンジンを搭載した。 副用機で固定脚、おそりの機体であった。1924年にアメリカ陸軍航空隊は M-1、M-1A、M、A マットと命名した。1923年にはローレンス・スペリーがフランスからイギリスへのドーバー海峡の横断を試みるのに使い、行方不明になった。小さな寸法、簡単な構造、安価なコストは連絡機の用途のほかに、 実験用の機体として広く用いられた。1923年から1929年の間、中の空力のパイオニア的な研究に用いられた。12機が無線操縦の飛行爆弾に改造された。1924年12月15日には陸軍の南式飛行船 TC-3 に係留され、飛行中の飛行船からの離脱と回収に初めて成功した。 ありがとうございます。